はい、それでは準備 OK 出したら始めてください。さあ、先鋒、三つをフィオナ、対するはネチンストラッパー。さあ、トキフィオナがここは無料攻、タイミング測って、さあ表裏、これは裏でした。ロンゴ、ここはゲージがない。昇竜下がいい、トーイ、これはヒット確信してしまった。ラウンド取っていくフィオナ、ここは小玉使ってカウンター、取り掛け、しかしここはコンボいけない。ここでコンボ、イエキャンセルから I1、2の3、溜めて、やえべに悲願、お茶濁す、お花を撒いていく、困ったらお花を出すんです。はい、時止めて、落として、コパンでタイミング取ったが、ここは落とせず、足払い。さあ、やえべにヒットからの足払いで取り返していくね、ジンストラッパー。カウンターからここは繋がらないが、さらに取っていく、満月落とし、裏、これは見えん、ここでラスト、さあジャンプへ登りたい、くるからここは無敵技使っていく、ジャンピーヒットから EF キャンセル、これは使ってしまう、体力残ってワンチャンス残されているか、やめに、しゃがみビー、あれが空中ガード不能なんです。さあ時だとやっぱりゲージがカツカツになっちゃうのが厳しいところでありました。さあ次出てくるのはナイスバーストゼニア、さあ今回はなぜかゼニアのナイスバーストさん、しかし体力の半分をリード、やっぱり茜使いなだけあって対アカネの動きというのは理解しているのでしょうか。これをされたら嫌だというのが、おっ、取り掛けコーン、ドーン、はい、足払いから足払い、ドーン、真っ白いの出して、白いのから花びら大回転、さあしっかりエリアル、まだあるぞ、壊しから見つめ合う2人、そこへ釘を打ち込むゼニア、と一本選手はナイスバスト、もうね、リセチーがこのバーストした時に褒めてくれる、お、今のよく見てましたね、やるじゃん。さあお花回して、ドーン、空中投げ、ナイスバースト、そういうあれなのナイスバーストとは相手のバーストを狩ることだったのか。さあなんという、ここでネジンストラッパーの次に出てくるのはレスト、シャルラッハ、ここはぶつけていきますね、ゼニアに。これまあお互いよくこのゲーセンでやってる2人なんでね、お互いこの組み合わせも経験してるのかな、もうちょこちょこやってる。
あ、まあ、最近はね、なんかなんとかは4アルティメットなんとかっていうね、うん、ゲームが流行ってるらしくて、みんなアルカナハートというこの素晴らしいゲームをやってないという噂を聞いてね、よくないことですよ。さあこれなんかレストがハイパー体力リードして、ええ、ちょっと今の足何？あの足はちょっと頭おかしいよね。さあ叩き落として竜巻からコパン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 、お、これはアッパーからしっかりコンボ持ってって、と漏れたか、コパンコパンこすってく、コパンこすってく、届いてない、あっと車外が使ってしまう、またもやよくわからん判定、あーあー決めきらない、あー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 ビームが刺さって取り返していく、ナイスバースト、うん、コパンから今スカシコパンってお前それ下段じゃねえだろなんでだよせっかくスカしたのになんでコパンなんだよいやあとなんか出てたよ、叩き落として、さあ走り、これはきついカウンター、しかし繋がらない、ヒット確認ができていない、さあこれはあと吹っ飛ばした、赤い赤い、さあ中段、これはしっかりガード、あとスカシゲダン、これがスカシゲダンね、ナイスバスト、詳細、さあお互いあとは、あよく刺した、よく刺した、いいビームだったうん、さあ大将を引きずり出されてしまった、大将サラリーマンの味方花番長、なんかねよく街中で駅の近くとかで見かけるね看板をもじったねえ番長以外何も残ってないって、ゼニアバレー出撃する、花なのか、いやでも花が花が植えてあるのは土あ開花する前だからね、皆さんね勘違いしちゃいけないんですけど、花を育てるにもまず土からなんですよ、あバリヘル土パンカウンターバリヘル、あーとカウンター、あとコボミスる、土パンちょっと踏みつけて、あー今のは畑をね踏みしめて土を固めたところをね耕したわけですよ、このフィオナがですねこの花を育てるね術をこの対戦を通して教えてくれるそうなんでね、無茶振りしてみる、さあこれはスパンスカルカウンター、あーっとさあ投げて、あともうなんなのもうさあやっとビビジャンビジャンシー、これはいい見えない、スパン、あーとコルブランドが出てない、シャガイイエーイ、削岩機土掘って掘り繰り返して、どうも
ドゴー、あー、コパン、コパンコスタ、コパンコスタ、このゲームはペルソナではありません。ドゴー、うわー、あー、いや、やっぱ久しぶりにこれが番長だよな。これが番長なんだよ。やったー、はい、作眼器ガリ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 、ドーンドーンドーン、これが番長。皆さん、これが、これこそが番長です。帰ってきた、僕らの番長が東京に帰ってきた。付き合ったんじゃ、いよいよ新たな戦いが始まります。沖縄生まれの沖縄育ち、本物の土パンがここにある。フィニシエの義務。スタンバイアンジェル、ファイト。さあ現れました。これ大将でいいんだよね、お互い大将リゼチ。リゼチという名前でね、この最近流行りのペルソナのね、あの動画勢の画面の中でごちゃごちゃ言ってるあの人の名前に近いカレト。これはよく見ていたのか見ていなかったのか。はい、ドゴーンドゴーン、踏みつけて。さあザクザクっと差し込んでく。ちょっと動きがワンパターンすぎるんじゃないの。スチパーン、誰、スチパンじゃねえや。シャガイだよ、シャガイ、シャガイ、これが社外、これが単純に強いんだ。タッチ、スチパン、お姉ちゃんが、おーい、ドーンドーン、投げて投げて、バンチョーン。さあ番長無双、3決じゃどうせだからやる、時間どうすか。はい、ちょっときつい、じゃあ決勝やっちゃうか、決勝、うん、尺の関係でね。それでは、レストネーチンストラッパーサラリーマンの味方花番長チーム対大道寺プロブーツライノによる、決勝戦の方をこれより始めたいと思います。